マドラズミリトーカルのトラックマン追い切り診断、G1 レースはねちょっと一休みということなんですけども、G1 レースに、関連する重要なステップレースと言っていいんですかね。マイラーズカップ、阪神ではマイラーズカップがね、1600m の G2 のレースが行われます。まず半路からいきましょうか。半路からそうですね、まずはビクティファルス、はい、この馬なんかもともと結構ムッチムッチンで結構見栄えする体だなと思ってたんですけど、はい、うん、まあ、販路を上がってくる感じとかもすごい幅が出た感じがして、なんか良くなったイメージありますね。結構フットワークとかも力強かったんで、まあ、仕上がりはいいと思いますね。休み明けですけど、はい、コースの一周前も私よく見えたんですよね、これ。はい、結構グイグイ書き込んでグイグイ前に進んでいく、なんか迫力もあるし全体的に良くなったかなと思います。はい、要注意ということでね、はい、はい、続いてエアロロノアですね、はい、中3周なんですけど、まあ、全然好調キープできてますし、反応もあの前より結構素早くなって、さらに今すごい状態良さそうだなっていう感じですね、まあ、1周前が見た目以上に時計も出てましたし、まあね、あの余裕持っての時計ですし、まあ、いいなと思いますね。好調、ね、キープって感じですかね。はい、わ、はい、かりました。あとちょっとあれかもしれないですけど、ロードマックス、ほいほい、このものは結構パワフルな感じがすごい、私走り方好きで、なんか好印象を持ったんですけど、タイム別にそう抜けたもんでもないんですけど、なんか動き全体的に迫力があって、まあ、調子上げてるなとは思いますね。すごい、確かにこう叩きつけるようなフットワークっていうんですかね。結構タイプの、なるほど、ああいうのが出てきたんだよね。なるほど、確かに好気配かなと。動きは良かったと思います。はい、あともう一頭動き良かったなと思うのがケイデンスコールですね。この馬なんか攻めがけするので、調教いつも目立つ馬ではあるんですけど、それにしても結構気合が乗って、こう馬自体もすごい大きく見えるというか、まあ、出来は悪くないんじゃないかと思いますね。わかりました。反路は4頭でよろしいでしょうか。ではコース組はどうでしょうか。そうですね、あの有力どころでコースで追い切った馬たちはね、まあ、結論から言ったらみんなよく見えたんですよね。なのでまあそうですね、こう落ち着けがたいけど、順番に言うと、はい、空手は、まあ、関東から転勤、してきたということで、はい、まあ、実際にこうやって初めてコースとかで、見ているんですけど、なんかね、まあ、一番思ったのは追ってから、仕掛けてからの、ね、反応がすごいいいなという感じで、道中もしっかりね、我慢が効いて、折り合いもスムーズで、姉妹の、ね、反応がすごいいいんで、まあ、なんていうんですかね、こうセンスのあるっていうか、賢い馬やなっていう印象をまず受けましたね。で、まあ、なんか以前は結構爪があまりこう良くなくて ね、状況なんかもこうビシビシやれてなかったところがあったみたいですけど、まあ、リッド来てからしっかりコースでね、負荷もかけられてるんで、はい、まあ、仕上がりに関してはいい状態で、来てるのかなっていうふうに思いますね。なんかその、転球してきてね、環境の変化にもすぐに馴染んでましたし、まあ、ここまではその陣営の思い通りに調整してこれてるのかなというふうに思いました。ゴール過ぎてからも、今回ね、びっしりやられてましたね。ほんまに反応やってるなそう、だから反応ほんまに鋭いというか、ちゃんとこう乗り手のね、こう指示に従える賢さっていうのがね、あるかなと思いましたね。ね、反路でも綿密に乗られて、まあ、体勢はかなりいいかなと、ね、いう感じはします。さて続いて、次は、ね、ソウルラッシュ、はいはい、まあ、連勝で来ている馬なんですけど、あの、まあ、そうですね、競馬でもそうなんですけど、コツ、なんていうのかな、道中こういい位置につけて、でそのままこう、ね、姉妹もいい足使えるっていう競馬が、ね、続いてるんですけど、その通りで追い切りもね、本当にこう終始こうスムーズさっていうのが目立ってて、なんかこう加速するのもね、
スーッて確かにそれも同じ滑らかな、そう同じ表現を車で言ったらオートマみたいな感じなんかほんま多分乗りやすいんやろなっていう感じがするんですよね、うん、ちょっと乗ってても、うんうん、でまあそんなにこう、なんていうんですかな、馬なりでね、うん、楽な感じなんですけど、はい、トップスピードにも乗りますし、うんまあ、これもなんかいい追い切りをね重ねてるなっていう感じがして、うん、まあまあ、連勝3連勝は伊達じゃないなっていうところで、うん、まあいい気配でねレース臨めるんじゃないかなと思いますね、はいね、こう上がり馬らしい好気配っていうんですかね、うん、それは感じましたね。はい、そうで次はね、鳳凰アマゾン、はいはいはい、これはまあちょっと間隔空いたこともあって、うん、結構ねこの中間長めからビシビシ追われてて、まあ、その、回もあってね、追うごとに姉妹のキレイなんかも出てきましたし、うん、こ先週本当にねびっしり追って、うん、なかなか合わせましたね、うん、並走相手をこう並ぶ間もなくかわした、これいい動きしてるなと思ったんで、うん、今週はもうちょっとこう軽めにするのかなと思ったんですけど、うん、それでもやっぱしっかりねまた時計出してきたんで、うん、これだけね負荷かけられれば、まあ、休み明けですけどね、うん、十分動ける体制は整ったのかなという感じがするんで、うんまあ、大型馬ですけどね、そこまでこうなんか久々の分割り引く必要っていうのはないのかなと感じます。で最後もう一度レッドベルオーブですね、はい、これはね、まあ前走がちょっとね、競馬で久々長期休明けの分で折り合い欠くようなところあったんですけど、うんうんまあ、1回使った効果もあってね調教ではこうしっかりガス抜きできてねリラックスして走れてましたし、まあ、調教時計自体はねいつもこうハロー明けの馬場がいい状態の時に追い切る馬なんで、なるほどね、まあ、まあ11ラスト今週で 11.2 か、はい、とか出てるんですけど、まあ、まあまあまあ時計は出るなっていう感じで、うん、それ以上にこうやっぱりこうリラックスして走れてるっていうのがね1回使った効果が大きいのかなと思いましたね、うんまあ、時計は出る馬なんで時計以上にそういう、折り合い面なんかもね注意して見てたんですけど、うんまあ、これは上積みかなりあるんじゃないかなと、はいはい、まあ、馬体もそうですね、馬体もやっぱり前回ちょっと余裕があったかなという感じしたんで、ね、それを前回と比べるとね引き締まって良くなっているんでね、いろんな面で上積みがあるのかなというので、高速組ねみんな良かったですね、どれが一番良かったっていうのはなかなか難しいですけど、確かに総じてね、まあハンドもそうですけどね、うん、今回はどうですかね、まあ成績のいい馬もそうだし、ちょっとそうでもなさそうな馬がちょっと穴開けそうなムードもあるしっていう感じで、結構今挙げた8頭ですか、好調教見せてくれたんで、ぜひ注目していただいてですね、いい馬券がなるかもしれないですよ、うん、レベルの高い前哨戦で、確かにそうですよね、いいレース見られそうな気がしますので、じゃあぜひぜひねそのあたりも注目していただいて、馬券買われたらどうでしょうかということで、じゃあ今回は締めさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。